すごいよ。でもそのためにはいい服着てきたんだ。待ってる。待ってるから言ってこい。待ってるどころかもうちょっとド S なんでもう録画ボタン押してしまいました。初参加いただいたトミー谷さんです。こんにちは。ではどうやら噂のチーム名の的のトミーさん退院したということで一言よろしいでしょうか。2ヶ月前に退院しました。そういったチーム名でこのチームの特徴をちょっと言ってください。そうですね、ご紹介いただければ。とにかく下手くそ。ただあの回ほっとむかつくわ。ほっとむかつく。この退院野郎トミーさんが入るとやっぱりまた格段とチームは上手くなるわけですか。いや違う、トミーさんというのはミスターセンター、ミスターセンターラインって言われてセンターラインでちょっとガヤガヤしてるチームが有名なんで、ちょっと骨折してチーム力が上がってるっていう形。なるほどね。逆にね、上がってるわけですね。逆に上がってる感じ。じゃあ1試合2試合こなしていただきましたが、今日の大会の意気込み一つ教えてください。優勝しか見えません。あ、いいですね、いいこと言います。今日優勝、はい、水野の彼 の、 あの戻り次第。あ、戻りましょう。戻りますディフェンスやりましょう。彼も準ミスターセンターのコートの戻りましょう。戻ります。頑張って戻ります。今日は結果以外にもね、まだいろんな形で商品を渡してるので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと。グッドサポーター賞もありますから、たくさん応援したらありますんで頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。